ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。あ、トップバッターってことで。はい。今回、自分気をつけようと思うのが、殴られたから殴り返す。例えば、誰かに、釣り押されて、叩かれたで、なんか感情論っていうかね、結構自分、殴られたら殴り返す悪い癖があるんで、今回はそういうんじゃなくて、しっかりね、精査して、なんか、この人に釣り押されたから殴り返して、その人釣り押すとか、そういうんじゃなくて、しっかり一人一人発言精査した上で、怪しい人を釣っていこうかと思います。で、自分は、釣り位置一本指定派なんで、一本指定しますね。はい。全勝目指して頑張りますね。まあ、この位置なんで、今、僕しか喋ってないんでね、釣り位置上げれませんけども。ありがとうございます。2周目、一本指定したいと思いますね。てのも、まあ、理由としては、みんながみんな、何番時点、何番時点、何番って言ったらね、役がビビって出てくるっていうのもあるんで、はい。自分は一本指定しますね。はい。ぐらいですかね。あと、皆さん全体役を透かさないっていうのと、自分は一本指定かなと思いますね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ね、叩かれたから叩き返すっていうのじゃなくて、叩かれて不当だと思ったら叩き返せばいいし、叩かれてあその通りだなと思ったら弁解をしたらいいと思うよ、8番さん。って感じかな。なんかまあいっか、まだ1番手だからぐらいかな。まあ訳すかすなっていうのはね大前提なんで、どうしようかな。ちょっとこれ分かる人と分からない人いると思うけど、一本指定の城を極めてほしいかなと思う。分かる人だけ分かってくれたらいい。分からん人はまあ、一本指定の城をしてくれなかったらいいわ。説明するのめんどくさいから。分かる人は分かって。分からん人は2、3本あげて。で、一本しかないんだったらあげんで、城を極め。分かる人だけ分かればいいと思ってる。以上。10番のプレイヤーが発言します。はい、分かりました。そうだな、8番さんの言ってることは、分かるかなと思ってる。で、9番さんの言ってることも分かるかな。だから89、別に今日の釣り位置から除外かな。まあ2周目だね。まあ両方とも、ただ言ってることは納得なんだよね。村同士で殴り合っちゃうと、もう、狼もそれを見てほくそ笑んでんだよね。だから、その、やっぱ理由っていうのが大切かなって思うんだよね。だから8番さんの言ってることもわかるし、9番さんの言ってることもわかるかなと思ってる。だから、厳重8、9どっちも釣りたくないなっていう印象です。私はね。はい、以上です。11番のプレイヤーが発言します。はい、1周目。まず8番さんはね、まあ、9番さんも言ってたんだけど、本当ね、不当に感じたら、まあ、やっぱりそこは疑うべきだと思ってますね。まあ、真っ当な手数だったら、殴り返さないっていうのはいいんだろうけど、やっぱり、不当な殴りっていうのは、やっぱり、村だったら、まあ、不当に感じるはずだから、そこはやっぱり、不当に感じたら、疑うべきかなと思ってます。こう一応9番さんが言ってたから、9番さん印象良かったですね。で、10番さん現状釣りたいかなと思ってて、今日の釣り位置じゃないっていう発言がまずおかしいかなと思って、まあ2周目って言ってたけど、8球に関してそんなになんか精査しようってやつもなかったし、8球がわかるって言ってたわけだから、あんまりこう、用を足そうとしない10番さんを今日釣りたいかなと思ってますね。まあ現状ね。まあ2周目はあるからわかんないけど、とりあえず10番さん釣りたいかなと思ってます。八幡さんだからね、ちょっと印象悪いかなと思ってるよ。九番さん印象悪かった。八幡さん釣りたい。12番のプレイヤーが発言します。13人村初めてで、ちょっとね、わからないことも多いんですけど、まず8番さんの印象としてね、確かに9番さん、11番さんも言ってた、10番さんも言ってたかなって、不当だったら殴り返せばいいし、不当じゃなかったら、他の人に怪しいと思った人行くっていうのはすごいね、分かって、9番さんに関してはね、しっかりね、それを言っていたので、俺からしても9番さん印象がいいかなと思って、で、10番さんに関しては、まあ、8、9、まあ、しっかり言ってたけど、まあ確かにその位置だからそれしか言えないけど、まだ2周目からしたらね、まだ8、9ね、釣る位置っていうのはまだ可能性見えてくるんじゃないかなって。まあ11番さんに関してはもうほとんど意見が同じだから特に言うことはないかなと思って、しっかりね、一人一人の発言聞いて頑張っていきたいと思っています。それくらいかな。2周目、皆さんの話聞いて決めていきたいと思っています。以上です。
はい、山さん、スパッチャありがとう。はい、ってことでよろしくお願いいたします。了解です。再起動してみるね。8番さん、9番さんというのはほぼほぼ持論だよね。うん、叩かれたら叩き返すのどうこうっていうのは確かに前の人で言ってる通りで、12番さんは11番さんとほぼほぼ意見が一緒ってことは、今日の釣り位置このままの現状だったら10番さんってことになるのかな。あ、確かに10番さんので引っかかったのは8球今日の釣り位置じゃないっていうところぐらいかな。ただその後に2周目だよねっていうのを訂正はしてるんだよ。で、俺一番良かったのは9番さんの白置きの一本指定はやめた方がいいっていうとこかな。白理由より俺黒の方が大事だと思ってるからね、うん、ただ狼ってのはなかなか白置きできないからなっていうところ、後々黒塗りできなくなるなっていうのも思ってんだけど、ここ13人もいるからね、なんとも言えないね。11番さんの10釣りたいか。まあもうそういう発言をちゃんと自分の色を落としていくっていう印象だったら11が一番今印象いいかなっていうところ。次9かな。1番のプレイヤーが発言します。はい、8番さんと9番さんをちょっと2周目聞かないと分かんない。まだ釣り位置ではないと思ってる。で、俺11番さんの狼はほぼないと思う。あっても今日だと思ってる。やっぱ情報出してるし、10番さんを広く見てる人から多分釣り押しされるから、狼だったらその位置だったら多分普通に無難なこと言ってた方が釣られないと思うから、11番さんはあの狼ほぼないと思ってる。で、13番さんもしっかりその位置で釣り位置得てたんで白いんだよね。これ非常に釣り位置難しいんだけど、俺現状9番さんかな。その9番さん釣りたい理由なんだけど、白い位置出さないでほしいって言ったのが、明日占いに出ようとしてる俺狼あるんじゃないかな。フラグ出してそうな気がするんで、自分9番さん一本釣り指定でいきます。2番のプレイヤーが発言します。ですね、現状8と9番さんは俺は2周目だと思ってるので、特に色は、起きないですかね。で、なんだろう、10番さんを挙げてる人がいるんだけど、俺10番さんは理由をつけてっていうところはすごく村目線だなっていうふうに思ったので、だから現状10番さんは、俺は今日釣りたくないと思いましたね。10に結構上げてる人が何人かこの後いたんですが、11番さんの、なんだろう、いろんなところセンサー上げて、ちょっとこの人は黒いとか、8番さんのことも言ってたし、なんだろう、ちょっと11番さんに結構俺は違和感があるんで、現状だったら俺11番さんかなと思ってますけどね。ただ1番さんの明日狼で出るっていうのもちょっと白塗りのやつもちょっと分かんなかったですね。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。村人陣営です。そうですね、8番さんから増えていくと、8番さん9番さんって結局あの考え方の違いですよね。8番さんは発言精査をしっかりしていくって言ってたし、9番さんは一方指定の指導機をするなって言ってたから、でも気持ちはわからないことはないんですよね。で、確かに、10番さんが8番、9番をもう釣りたくないって言ってたのは、やっぱりちょっと時期尚早だと思うし、釣りたいって言った11番さんは確かに印象はいいかなと思います。13番さんもね、11番さん印象いいって言ってたし、1番さんも言ってたかな。はい。でも2番、11番さんを釣りたいんでしょ。11番さんってそんな釣る対象になるかなと思いますけどね。で、2番さんの印象はちょっとそこら辺が僕と考え方が合わないかなと思います。以上です。4番のプレイヤーが発言します。いやー、すごいですね。こういう段階からもう釣り値上げていける皆さんがすごいなと思ってるけど。8、9だと9番さんの方が印象いいっていう意見の方が少し多かったのかなっていうところ、僕は逆ですかね。9番さんが印象悪いって意味じゃないけど、8番さんはいかにも成長過程というような感じの、最近そういうふうに思うようになったのも、直近の心意気を言ったんでしょうっていうことで、色関係ないけどね、印象いいけどね。1番さんがもう早々に 9番一本釣りみたいなね。1番さん自身、なかなか色落ちてなくて難しいなって中で、色を落としに行ったっていう役割を買ったっていうふうに見てるから印象いいかな。1番さんも、いや僕は釣り地強引に投げるなんてできないな、そういうスキルがない。
正直現状はね。あと9番さんの提案一本釣りして、その意義が分かってる人半分いないんだなっていう印象ですかね、全体像以上。5番のプレイヤーが発言します。情報としてないね。はい、まあ8球については2周目でいいと思っていて、まあ、10番も自分はそこまで引っかからなかったか、別に釣りじゃないって聞いて判断したんだろうなって感じで、まあ、自分は11番が速攻10釣りっていうのをそれこそ早いんじゃないかと。いらっしゃい。言いました。まあ、12番は、忖度ということで釣りじゃないんですが、あの11の完全便乗なんで怪しいと思っております。だが釣りません。はい、で1番についても、8球は2周目と言いながら結局最後の方で9番に占い語りのフラグと言ってるのがなんだろうな、矛盾してるかなと思ったんで一番怪しいと思ってます。うん、まあ2番はこの10に結構なんか早いんじゃないかと言われたけど、10番はそうでもないんじゃないって言ったのは2番が一番白いかなと思ってます。現状ちょっと釣り位置はどうかな、11、12、1だけどちょっと2周目釣り位置。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。まず3番さんが8、9は進行路の違いだけど、8番さんって俺結構その叩かれたら叩かれたとこ黒く見ちゃうんだよね、この癖あるからちょっと直したいって言ってるんだから今回はってことでしょ。9番さんは8番さんに対して不当なことがあるんだからそれはしっかり叩かなきゃダメだよ、だからこれって進行路の違いじゃないと思うんだけど、8番さんってちょっと自分のとこを見直そうとしているからちょっと印象良かったと思うし、11番さんの10番さん釣り、まあ、8球は釣り位置じゃないっていうそこでそれであの10番さん釣り上げるのは納得できるんだけど、10番さんは色を落とさないって言うけど3番目の時点で8球に色を落とせっていうのも難しいと思うから、そこは違うかなと思ったかな、11番さんに関しては。で1番さんに関しては多分4が釣りてあげなかったから4番釣りですとかなんか言いそうだからちょっと分かんないな、1番さんの1番さんはそういう考えを持ってる人だと思ってるから分かんないかな俺釣りてあげれたら3番かなって思ってるかな。以上。7番のプレイヤーが発言します。分かってんな。おはようございます。8番さん、9番さん、色落ちはないですが、9番さん、印象はいいです。8番さんへのフォローがすごく印象良かった。10番さんも、特にまた釣り位置に上がるほどじゃないから2周目かな。で、11番さんはもうその位置で10番さん釣り位置に上げる、まあ、ヘイト買う行為をしてるから、割と印象いいです。そんな釣り位置に上がるかなって感じ。だけん、2番さんが11番さんちょっと釣り位置に上げたのが引っかかってる。で、4番さんは1番さんのその9番さんのフラグン行為、色を落とそうとしてっていうその辺の考察が印象良かったから、まあ、釣り位置上げなかったけど、いや、うん、別に今日釣りたいとは思わないかな。そうね。やっぱ私は2番さんが一番今のところ気になってるかな。2番さん釣り1本して、とりあえずね。8番のプレイヤーが発言します。はい、追加します。まあ、あのさっきこのトップバッターの位置で話して、まあ秋葉さんが突っ込んでくれた、叩かれて不当と思えば怪しい要素として跳ね返せばいいし、それがあの真っ当やったら、まあ、自分を見つめ直せとおっしゃる通りでしたね。そこは秋葉さんすごくあの、まあ、まあ助言というかよかった。で、まあ9、10番さんまで3番手はいいとして、 4番手の11番さん以降で1周目釣り位置を明確に上げなかったのが12、13、3、4、5ですね。はい、ここは、明確に上げなかったんですよ。で、自分も 1周目にね、あの1本指定するって言った手前しっかり釣り位置上げますけど、現時点ですよ、現時点5番さん1本指定ですね。でも5番さんってもうその終盤位置で釣り位置、まあ、2周目上げますねって言ったのが、もうかなりあのヘイトを買いたくない様子を伺えたんですよね。で、自分まだ1周目聞いた段階で5、1本指定ですけど、もちろん2周目聞いてね、5番さん以外にうわ、臭いなってとこあったら、すり替える余地は全然ありますけども、現状の釣り位置は5番さん1本指定ですかね。まあ、6、7番さんはやっぱあの、まあ、色落としたし、まあ、7番さんはさすがにその遠方地でね、釣り位置上げないのありえないと思ってるけど、しっかりね、あの上げていただいたんで、7番さんはね。はい、だからまああの釣り位置上げんから怪しいとかいう話ではないんですけども、やっぱ5番さんってやっぱなんか全然ヘイトまかなかったんですよね。怪しむ視点だけはあったんですけど、現状5番さん1本してです、現状ですよ、はい、ぐらいですかね。まああの
まあ、12番さんも釣り茶あげてませんでしたけど、まあまあ、それはまあ、ホストの説明であった通り、まあまあ、よしとします、そこは。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうっすね。あ、今動いた。はい、お願いします。気になったのは2人かな。まあ、俺も変わる可能性あるけど、11番さんね、あの、あげりゃいいってもんじゃないからね。ちょっとあまりにも薄すぎるよ。まださすがに10は良かったんじゃないと思っちゃったけどね。で、もう一個がね、1番さんね。1番さん、私が狼でね、占いを語るフラグを立ててんじゃないかと。じゃあ、それ逆に、私が新占い師で明日出てきたらどうするんですか、1番さん。そこのケアが全くありませんねと思いましたけど、これでスカッシャとか言わんでよ。うん、だから、ムラリがないから1番さんでもいいかなと思ってるけど。どっちでしょうかな。まあ2周目聞いてからかなと思ってる。めくるか。でも俺延長したから多分俺は大丈夫だし、俺釣り位置上げたから4番さんあたりが釣られるんじゃないと思うけど、俺は1と11で上げとこうかなと。これ癒しちゃうの。これ最後まで使った方がいいから、うん、延長したからもう大丈夫だと思います。10番、うん、めくりたいねって言ってみようか。いや、ボール過ぎれたらまあいいけどね。うん、11番さんは、まあ、俺を釣り寄すのは別に構わないよ。村でいろいろとしたいんだったら全然構わないんだけど、じゃあ俺の正解の答えって何だったのかな、順位付ければよかったのかなって思ってるから、うん、11番さんは、まあ、時間取って申し訳ないけどアンサーしてほしいかなって思ってる。まあ、今後のために、現状俺も8の視点が合うな。5番さんってどこに黒にするしようか迷ってる狼に見えたかな。新しい人狼用語できたね。で、10に釣れないの分かって12に触れてるところも黒いし、うん、だから現状俺、うん、で色見えないのが13と4かな、うん。まあ、4番さんに関してはまあそんな簡単に釣り位置上げられないよっていうのは村要素かもしれないけれども、やっぱり釣り位置上げないとヘイト買わないからね、うん、色落とせないから4か5で迷ってるかなっていう現状ですね、うん。7番さんも最終位置で2番さん押すのかって正直、うん、まあ、ただ11番さんそこまで俺狼って売ってないんで、うん、11番さんには答えが知りたいかな。俺の位置でじゃあどういうふうな意見を言ったら白くなれるんですかって思ったかな。はい、以上です。11番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず10番さんにアンサーしていくと、まず村であれば白くなる必要は全くなくて、自分が思ったことを素直に言えばいいと思ってるし、正解も正直僕は何が正解かわからんが、僕のその精査基準で普通にだから8級って喋ってるから8級の単体精査をしてほしかったんですよね。8級の単体精査をしてほしかった。それがなく8級と、まあ、気になるところなかったみたいな発言をしていた10番さんが次かなって思っただけです。で、2週目聞いて2週目じゃないや1週目も聞いてね、ちょっとね、怪しんでるのが3番さん12番さんなんです。12番さんっていうのはもうほぼ僕の便乗意見ではね、12番さんの意見がほぼなかったんですっていうところで12番さんが釣り位置かなと思ってるし、3番さんも2番さんを怪しむ視点があったのにもかかわらず2番さんを釣り寄せないところがヘイト変えてくないかなと思ってしまった。3番さんは2番さんが11を押した釣り位置投げたのがよくわからんかったんだよね。でも、2番さんはその、まあ、絶対怪しむ視点があったはずなんです。でも2番さんを釣り寄せてないところが3番さんおかしいなと思った。4号に関しては釣り位置上げてないのが、まあ、上げてほしいんだけど普通に。まあ2周目かなって思ってますね。まあ、10番さんの発言別に特段気になるところなかったし、白いかなと思ってるのがね、1、2、6なんですよね。1番さんはあの位置で、9番さんスイッチ投げたんですよ。これめちゃくちゃヘッドを買う発言だから、2番さんにしてもそう、流れぶった切って11をスイッチ投げたことは、2番さんは白いかなと思ってる。まあ、理由は聞きたいですけどね、まあ、違和感の感じだっていう2番さんの意見はあったから、で、3番さんを通用して6番さんの視点が一緒かなと思ってるから、村で見たい。1、2、6は釣りたくないですね。現状3か12。12番。のプレイヤーが発言します。はい、発言していきます。まず、皆さんなんか4、5番さん怪しいって言ってるんですけど、正直4、5番さん怪しいと思わなくて、4番さんが、なんか最初に初日釣り位置上げるスキルないって言ってるのが正直、なんか
本当なのかなと思えてきたのと、5番さんに関しては1周目で 俺って確かにルール1番さんが言ってみんなが納得してくれたルールで初日釣られないんですけど、で5番さんがその初日釣られないからって皆さん俺を便乗してるって結構なんか何も自分の意見持ってないから普通に釣られてもいい位置だけど、それを叩かないって、まあ、確かに釣られる位置ではないんですけど、5番さんはしっかりそれを、ね、指摘してきた部分って感を見るとしっかりなんか周り見れてたのかなと思って5番さん怪しいと思って、11番さんの位置って結構なんかあれなんかそこで釣り位置を上げてしまうと結構なんかヘイト変われるような行為にも見えるんですけど、でもそこヘイト変われる行為に見えてそのしっかり自分の、ね、意見を上げれるっていう11番さんすごいなんか新味あるなと思って、でそれに関して2番さんはその11番さんを立ててちょっと2番さん怪しいかなと個人的には思ってますね、うん、結構なんかヘイト買う行為でもあるのかかわらずそこに行くっていうのは2番さんちょっと怪しいかなと思ってます。で、あとはなんだろうな、うん、何言っていいんかな、それぐらいですかね、僕が見た感じは。もう全員分ちょっと把握しき、発言把握しきれなくて、ちょっと申し訳なかったんですけど、自分が思ってる印象はそれぐらいで、今日は2番行きたいと思っています。以上です。はい、まあ前から触れてっかな。10番さんが11番さんに求めた答えっていうのは、11番さんからも同じなんだよね。だ釣り位置一本指定したっていうのもそうだけど、10番さんも8系釣り位置じゃないっていうのは、その位置で順位付けじゃなくて、そうやって置いたところがさらにおかしいっていう風な発言だったのかな。で気になったのは、俺の後ろの1番さんかな、9番さんのローとして占いと出る準備みたいな発言か。だったら11、13って結構9位、印象いいって置いてるんだけど、だったら生産の中で11、13もうちょっと叩けんじゃないかなってところに突っ込まなかった2番さんって感じなんだよな。で6番さんの3番さんっていう釣り位置の上げ方っていうのは何なんだろう、8球が進行論の違いって言ったところだけだったのかな。最後釣り位置は3って言ったんだけど、そこの理由がなんか薄く感じたんだよな。他の精査で時間使っちゃったからかな。4号の釣り位置上げてないやつか。で11番さん2個言うけど、今日12番さん忖度あるんで釣れないですっていうところね。だから11番さんほぼほぼ3一本指定ってなんのかな。いやマジでむずいね釣り位置ということで、今気になってるの2番さん今の理由からね、良くも悪くも1番さんっていうのはそこで叩いてそうやって色を落としにかかったんだけど、その後の人たちがそれに突っ込まないっていうのがちょっと違和感を感じたんだよな。ワンちゃん1番さん狼だったらその後にいるのかなとも見えたんだけど、1番さんが9番さんに言ったことって逆にも言えちゃうからね。1番さん9番さんも言ってたけど、そこを突っ込まないで流れてきたからっていうのはあるかな、その一番最初の位置でっていうところ。1番のプレイヤーが発言します。はい、久しぶりに三郎見つけた気がする。9、13、5 9番さんの殴り返し、俺にの殴り返しで俺が占いだったらどうするのっていう防御感、もうこれ俺を白く見てる人は9番さんの色をめくろう、9黒硬いで9番さんが4番さん行こうとしてるんで5番さんの黒も硬い。まあ俺普段だったら5番さん一番行きたいんだけど、ここって多分みんな5に行くから投票考察見れないと思う。で13番さんの黒い要素って12番さんが煮釣り押し、13番さんの煮釣り押し、5番さんの流れを2に変えてるような気がした。そこが13番さんの黒要素で、9番さんが、4と5って釣り位置出してないのに後の方の5じゃなくて4に行こうとしたとこ、それと自分の殴り返しね。だから9、13、5の3浪で見てる。まあ強靭位置は11番さんかな、その位置で釣り位置出したのはヘイトを買ってもいいってとこが争おうとしてる強靭かな。俺を白く見てる人は9番さんの色めくろう、これが勝負だよ、これが人狼ゲームだよ、今日は9番さん釣ろう。2番のプレイヤーが発言します。現状では俺は11は1周目聞いた感じでは別に特に強いじゃないかなと思いました。ただ13番さんが1番さんが9番さんが狼を
占い出てる準備にしてるっていうふうに俺が最初に突っ込んだんですけどね。はい、だから13番さんと1番さんの、後に狼いるんじゃないかっていう、その考察はどうなのっていう話なんですけど、俺普通に1番さんに突っ込んだんですけどね。うん、13番さん聞いてないんですかね、何も人の話を。あ、だから俺13の、陣外っていうのは固いと思ってますかね、普通に。はい、まあ、確かに4号も次期上げたらないんで、まあ、気になるんですが、まあ、それよりも13番さんの方が俺普通に今日釣りたいですね。はい、人の話何も聞いてないんで、はい、俺が一番最初に一番さんの違和感に発言したんですけど、はい、それ言ってない人が多かったんですよね。今日13釣ります。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。そうですね、ちょっと11番さんに言っときたいんですけど、まあ、僕がね、初週で、まあ、2番さん、僕やっぱり11番さん自体は、やっぱりヘイト株っぽいなので、やっぱり11番さん狼は薄いんじゃないかなとは確かに思ってはいるし、そこを強した2番さんを怪しむとは言ったけど、僕釣り押すとまで言ってないんですかね、はい、でも僕は初週から2番さん怪しいと思ってましたし、マジで占いなら笑うけど、まあ、その時は俺占ってるやろ。まあでも、なんとも言えないですけど、ね、俺対抗で出ると思って占ってないかもしれないけどね。まあ、やっぱり4番さん5番さんになるのかなと僕は思いますけどね。で、9番さんが言ってたその、なんだっけ、真の占い師だったらどうなるかっていうのは、それまあ本当だと思いますけどね。っていうところでちょっと1番さん、いや女性には言わないよ。いってと女性には言わないよ。今日はでもこれで5番さんに行きたいっていうのは。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、僕は、一番さんと近いけど、9、10、13あたりで睨んでいるんだよね。5番さんは分からないって感じ。13番さんの1番さん、2番さんあたりの叩きは、ちょっと不当性があると思ってました。9番さんが分かる人には分かる発言。で、分かる人と分からない人がいたっていうところ。で、9番さんに対して印象がいいっていうところは、9番を店に追うなら、その印象いいところも叩かないといけないんじゃないかっていうのはもう不当だと思ってる。分かる人と分からない人がいいんだから、そこは別に印象いいと言った人が叩かれる要請にはならないと思っていて。で、9番さんはなんか返答について新占い師でやってるかもしれないでしょっていう話だけど、どちらかというと新占い師でやるよりは新占い師を装うローでやる方が多いと思うよ。まあ、どっちでもないのかもしれないけど、どっちかだとしたらローで追う方が普通の目線だと思う。いや、嬉しい、ね。現に僕もどっちかって言ったらそっちだと、狼目だと思った。13番さんがその9番さんを疑う、不当な殴りで1番さんを叩いてるように僕には聞こえたから。あとなんか11番さんも入れてる理由は、なんだろうな、やっぱり11番に、ここは今の9、13の軸とはずれるんだけど、メンバー参加して11番に聞いて、みんな言いたいこと一丁目一番地いろいろある中で質問とかやめてほしいんだよな、普通に。発言時間食われるしね。うん。ただこれが人狼殺ゲームだって言ったら乗っかりたいわ。僕は急に行きます。おお、いいね。令和デビューさん、いいね。いやいや、人狼ゲームじゃないですよ、4番さん。これ、1番さんが自己中です、自己中。自己中。はい、いやもう、そんななんか。自分を白く見るなキュウリ入れろとか絶対王政にも僕は程があると思ってるんですよ、一番さんの行為は。はい、まあ、僕は、一番釣りたいのは13番なんですが、理由に関してはその開口1番に1の発言9への精査が気になったって言っていて、そこをなんか指摘しない2番が怪しい、2番釣りってなってて、1番のが狼だったら後ろにいるんじゃないかって言ってるが、だったら1番を釣るべきなんじゃないんでしょうか。恐れてるんですか。うん、1を釣るべきだと思うんですけど、13地点だとその構図だと。はい、あと10番にも言いたいんですけど、その釣り位置を上げてないからなんか迷ってる狼って言ってけど、僕って結構10番は別にそこまで怪しくないんじゃないかって言って10を助けてるのに、10地点それでも自分黒くなりますか10番。いや考え直してほしいな。10もし村だったらその釣り位置上げてないうんぬんで、やめてください、もう。やめてください。で、2番結構ヘイトも食ってくれる。自分2番の精査は1周目、2周目と割といいと思ってるから、
一周目最後か、7番も2ずり1本指定したのもかなり気になっているが、自分は今日は13に入れます。はい、その自己中人狼捜査やめましょう。6番のプレイヤーが発言します。一つ言いたいんだけどさ、みんなが言ってるんだけどさ、あの例えば1番さんが9番さん釣りをしてるから、ペートを買う行為だから1番の狼はないとか、4号が釣り茶あげてないから4号釣り地とか、みんな精査下手くそじゃね、もう当たり前のこと言ってるしかだけじゃねって思うんだけど、で3と10に言いたいんだけど、3と10ってさ、なんとなく4号釣り地投げてさ、10番さんも4号釣り地投げてさ、4号に対するはっきりとした理由がないよね。で11番さんに関しては一つだけ気になったんだけど、まあ俺のことは3の釣り地をしたから視点が白いっていうのは分かるんだけど、11番ってさ、3と12をさ、まあ、怪しいんだけど、12番ってさ、もともとさ、初日釣り地に入らなくね。だからまあ黒く見るのはいいんだけど、12を釣り押すことっていうのはもう不可能だよね、ルールで決まってるから。だから12番さんを今日叩く意味があるのかなってちょっと思っちゃったかな、11番さんに関しては。で13番さんに関して俺に対する叩き、俺は結構納得できたかな。8級のシンクロの違いだけで3番さん釣り上手なんか薄くないかっていうの。ただ2番さんが言ってた通りに、2番さんは1番さんに対してしっかり突っ込んでいたから、2番さんが言う13番さんのその把握漏れっていうのはしっかり聞いてたし、納得はできる。俺普通に釣り地上げるんだったら、まあ1本釣りがいいと思うけど、3と10どちらかがいいかなと思う。だって3と10って流れに任せて4と5って開けてるだけじゃない。出ないね。これは別に釣り地上げてないから黒いとか、ね、ヘイトを買う行為してるからここは狼がないとか、それは誰でも言える話だし、俺の村ヘイト買ってるから黒くない。出ないね。俺は矛盾点を探すべきだと思うけど。強心は出ていいと思うんだけどね。まあ俺は3番釣りかなって思うけど。7番のプレイヤーが発言します。はい、今の発言で6番さんだいぶ印象良いですね。もうだいぶ白に置けるんじゃないかなって私は思いました。で1番さんね、私まだそんなに白置けてないからね、9番さんいけません。はい、っていうか9番さんの方がどっちかっていうと1番さんより私は印象いいから、むしろ1番さんちょっと釣りたい気持ちあるけど、でも今日1と9は私は触れない方がいいと思う。で、2番さんは2周目、ちょっと白くなった。だけん釣り1じゃなくなったかなって感じですね。で、そうですね、ちょっと6番さんの便乗になりつつあるんですが、3、10は確かに、そう、私も4、5に、そこに釣り1持ってくんだ結局、発言精査してよみたいな感じはちょっと思ったから、30確かに釣り位置なのよね。で、3番さんその位置で、その状況はちょっとなーって。10番さんはまあ2周目ね、割と初週組だからちょっと伸びづらいの分かるけど、3番さんそこまで聞いてて伸びないのかってなると、ちょっと3番さんがやっぱり釣り位置になるかな。これ俺かまれるんかな。そうねー、私、その13番さんの黒い理由がよく分かってない。ちょっとそこはよく分かってない。結構13番さん釣りをされてるけど、頭悪いだけかもしれんけど、かな。ちょっと私、3番さん一本釣りでいきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票を集めます。さあ、これ9番さん、めくりたいね。色見たいね。俺に乗っかってくれる人いるんかな。わ、3流れた。フレイヤーさん乗っかったとこ人狼いるな。白な投票が終了しました。追放されるプレイヤーはこれ3釣りを 3番の遺言を発表してください。11、6、7、12 あ、はい、発言します。そうですね、まさか初日活躍とは思いませんでしたけど、そんなに伸びてなかったですかね。いや、でも僕的に9番さんってそこまで黒くなかったと思うんですけどね。っていうのを1番さんが9、13、5って言ってたから、9はちょっと早いんじゃないって言ったんですけど、9と1入れ合いやん。そこまで僕も13番の発言が気になったわけじゃないから、っていうのはそこまで変じゃないと思いますけど、まあ、それで僕は辛いのはしょうがないですね。いいね。マジかよ。はい。まあ、
や、こういう割れないとね、標高差できない。人狼に気をつけてください。さあ、いいね。これに黒出してきそうやね、9番さん占いだったら。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、7番。のプレイヤーが発言します。はい、3番さん黒、3番さん黒、10番さんが霊の一角。占い出ないの？まあ10番さんは新進行でいいんじゃないですか。3番さん黒でわざわざね出てくる必要ないでしょう、その狼でね。ん？じゃあそうじゃなくて、3番さん白やとして10番さんが黒出してて必要ないから、10番さんはもう乗っ取りとか追わないでいいかなって思ってます。10番さん新進行でいいんじゃないのかなって感じですね。で、昨日最終日で今日初週だから正直情報更新されてないけど、6番さん噛まれたんだよね。で、6番さんの釣り位置が30で3が釣れて10番さん例のでしょ。情報なさすぎてちょっとどう考察伸ばしていいかわかんないな。とりあえず現状、そうね。うわ、難しいな、これ。情報なさすぎて。いやー、どないしょ。そうね。とりあえず現状、情報なさすぎ。とりあえず、ちょっと現状、透けるけど、占い潜伏してるから、1、9はまだ触りたい。1番のプレイヤーが発言します。もう透かすんすけど、自分。占いじゃないんで。これ6連抜かれてんすか、もしかして。ちょっと占いが出んことには何とも。まず出てもらっていいですか、いるんなら。もう自分、占い透かしますけど。これマジ6連抜かれた。うわあ。まあとりあえず10番さん霊の一角の3黒ってことで、3番さんに昨日投票したのが116712116712、まあ6は抜かれてるけど71112か。まあ安直に言うと71112は白いですよね。まあ普通に人狼に入れてるっていうことで。か。まあめっちゃ安直な話ですけどね。マジで出ないですか、占い。黒見つけてちょっと占い出ないやったら当然グレランなんですけども、今日もで昨日自分釣り位置5一本指定してたんですけど、2周目の話聞いて、13番にすり替えました。5から13にすり替えて13に投票したんですよ。みんなの話聞いてて分かったし、5番さんの最後のちょっとパッションも感じて、別に1番さんを白く見て9、13、5の3浪っていう考察ではないんですけども、13に入れました。自分はこれ抜かれてますね、6番で。多分出ないんで、はあ、現状釣り位置、ちょっと1と9が絶対別陣営な気がするんですよね、この1周目から。1番さんのだからちょっと1、9聞いてどっちかが行きたいと思ってるんですよね、現状。まあ1番さん、はい、9番のプレイヤーが発言します。とりあえず昨日3に入れてないとこからね、今日行けばいいんじゃないですか。8番さん1級別陣営と思うんだったら今日1級のランにしましょうか。どうですかね、10番さん1級のラン提案するんですけど、はい。まあ、僕は当然1に行きますけどね。どこ行ったっけ、もう正直あんま聞いてなかったんだけど、なんか笑いすぎて、何だったっけ、9、13、何だったっけ、4だったっけ、9、13、5だったっけ。じゃあ9135か、9135は1入れたらいいですか。はい、まあ、10番さんに合わせるよ。俺は1しか入れんかなと思ってる。はい、1いきます。10番のプレイヤーが発言します。
いやいや、俺に合わせるっつって1位いくっつってんじゃん。今日俺13の色見たいかなって思ってるかな。もういいんじゃないかな。10、12、7っていうのは今日は釣り位置じゃないと思ってるから。いやー、これ抜かれたくせえな。で、狼1匹落ちてるからもう出れない状況でしょ。だって噛まれないもんね、占いで。だから釣られに行けないからね。まあ5番さんも面白いな。今日俺13行きたいんだけど、13番さん飲めるかな。それか9か1行く。9番さんって俺に合わせるっつって1行きたいんでしょ。そしたら俺9行きたいかなって思うけどな。1番さんの方がまだ真っ当かなと思ったけどね。まあ別に LINE 見れないんでね、好きなとこ入れればって思うけど、ただもう3人入れてるとこに入れたとこは人海だと思うから、3人入れてるとこは今日はもう白置きしましょう。はい。釣り位置じゃないと思ってる。現状俺は13の色見たいかなって思ってるけど。はい、以上。11番のプレイヤーが発言します。とりあえず、ね、僕ね、12番さんすいませんね。完全に忘れてた12番さん追加ルールを。申し訳ない。で、12番さんも霊能でした。申し訳ない。で、もう3クルー落ちてよかったね、マジで。で、2と5は外したいですね。やっぱ3が黒だったわけで、3番さんが投票してる5番さん外したいし、2番さん白いんじゃないかと僕は思ってることから2も外したいんだ。昨日の2周目で1番さんが若干わかんなくなったんだよね。若干わかんなくなった。サンドを全て当てたと。9番さんは何なんだろうな。9-1-1にしてくれ。これ、巨人値6で落ちてなかった場合は9番さんあるんかなと思ってますね。で、釣りたいのが、まあ、色を見てほしいのが、8か、7じゃない、まあ、ない、4番さんか。10、これね、誰か言ってたな。俺、13番さんのね、クロスってわかんないんですよ。明確に13番さんの、13番さんのクロスを上げた人いる ?13 番さんのクロスっていう、狼のやつを。俺は拾えてないから、拾えてる人がいたんだったら教えてほしい。だからそれがわかんないから、13番さんの現状ついてないと思う。8か4番さんに行きたいな。4番さん、俺あんま印象残ってないんですよね。だからあんま目立つ発言多分してないんだと思うんだよな。これ完全に俺の把握だったら申し訳ないんですけど。13番に行ってるもんね、だって4番さんって。俺分からんかったから、そこに行ってる人はやっぱ怪しく見えてしまう。8番さんもなんかね、嬉しそうだって、なんか俺が抜かれてる可能性があることについて。かな、8か。12番のプレイヤーが発言します。まず7番さんにちょっと言いたいのが、6番さんがそこでやられてるっていうことは、6番さんがなぜやられたのかっていうのをちょっと終えたんじゃないかなと思って、6番さんの発言で3番行くっつって、俺は昨日2番行こうと思ったんだけど、俺4号怪しくないと思ったんだよね、正直、発言からして。確かに釣り位置は開けてなかったけど、でそれに関して俺が最初に言って、その後6番さんも言って、その後6番が3位行きたいって、7も3位行きたいってのかな。だから、3位俺2位じゃなくて3に変えたんだけど、まあ、結果的にね黒でよかったんだけど、でそうだな、今1球でもいいけど、正直なんか6番さんの噛まれたってことは、6番さん確か13って言ってたような気がしたんだけど、可能性として分かんないけど、違ったら申し訳ないけど。だから俺は、まあ、正直順番さんも13行きたいって言ってたけど、俺も13行ってもいいんじゃないかなって思ってるかな。6番さんが13って言ってなかったら、1級のどっちかでもいいんだけど、6番さん確か13って言ってたような気がするんだよね。ごめん、ちょっとよく聞いてなかったな、マジで申し訳ないけど。で、13行きたいかなと俺は思ってて、で、9-1、まあ、キューバさんなんか自分釣られてもいいよ感がすごい強くて、キューバさん、9-1だったら俺9行きたいかなっていう印象はあるかな。
で、8番さんはしっかりなんか、うん、そこの位置でもしっかりなんか発言できてたのはすごい8番さんの印象が良くて。書いてる、書いてる。まあ、現状13かな。9いっちゃったら9いきたいです。はい、ってことでね、一応一角してる10番さんに俺、釣りで色見たいって言われてるけど、でも10番さんの精査が一番真っ当かなと思ってるけど。投票で3で黒が落ちて、単で黒が落ちてるんでしょ、例の結果。で、投票で3に投票してないとこっていうか、3と投票位置が合ってるところ、俺しかいないんだよ。うん、そこ、情報だったら全然落ちてるよねっていう感じなんだけど、7番さんの位置でも。うん、で、俺、2番さんにも突っ込まれたけど、昨日1番さんを釣り位置から覗いた理由に関しては言ったんだけど、良くも悪くもその位置でそうやって自分の色を落としたからっていう意味で位置を抜かしたんだよな。まあ話聞いてないって言われちゃったけどさ。で、9番さん、1級の欄ね、ワンチャンこれ、強心1、9番さんかなとも思っちゃったんだけど、どうなんだろう。ただ、10番さんに飲めるかって言ったらね、まあワンチャンこれで、なんだろう、狼1匹連れてるって思うんだったら、もう乗っ取りがないんだったら飲めるけどっていうところかな、10番さんが人外じゃない限り。は、全然飲みますよってとこかな。ただやっぱ気になってんのは、それ以上に今の12番さんのそのまま10番さんの意見に乗っかってきたところと、その釣り位置を上げる内容が薄かったっていうところかな。それと9番さんの1級のランって言ったところかな。そこに釣り位置を指定したところ。かがぐらいかな。1番さんの昨日の精査で5、9、13の狼ラインって言って、その後の5番さん、その発言を受けての13一本指定だったでしょ。ワンチャン合計でつながってんのかなとも思ったんだよな、それで。1番のプレイヤーが発言します。はい、もう9番さん走らしてるんで、今日9番さん釣ってください。9番さんの色見た。あと、表考察をするよ。とりあえず7番さんが最白ね。で、普通なら7番さんが噛まれるのよ。3釣り押しを最終的に言ってるから。けど7番さんが噛まれてない理由って、7番さんって91は残したい、様子見たいって言ってるから俺7番さんって噛まれてないんだと思う。だから9番さんが狼だから7残してんだと思ってて、まず3番さんの俺は発言を覚えてて、3番さん1周目2釣りをしてんのよ。3番さん2釣りをしてるから2は白。で、3番さんの投票を見てほしいんだけど、3番さん5に投票してるから5は白ね。だから除外すると最白7、2と5が白、投票的に11と12が白ね。で、狼位置は8、9、13、1、4ね。8、9、13、1、4に2浪いるはず。普通に行けばね、身内切りしてなければ。で、もう9番さんは完全に柱してるんで、今日9番さん釣りね。で、9番さんで黒が出た時に、俺と4番さん白くなるから、9番さんの色味は重要だよ。でも柱もしてるんで。で、7番さんが噛まれてない糸って、7番さんが91残したいって言ったから7噛まれてないと思う。俺が人狼だったら絶対7噛むね。最後に誘導してるから。俺9番さん入れます。2番のプレイヤーが発言します。ですね、俺今日9つっても、なんだろう、俺白しか起きないと思ってますかね、普通に。はい。まあ、完全なる自分の9一ランっていう風にしてくださいよっていうのはもう今日無部だと思ってるんで、俺は9、今日つっても、普通に白しか起きないと思ってるんですけど。え、間違ってんすかね。はい。普通に13釣りたいんですけどね。はい。まあ10番さんも13つってるんで、俺13でいいんじゃないかなと思ってますけど、普通にここ色見たいですよね。はい。13でいいんじゃないかなと思ってますけどね。でね、ラインゲームも全然俺は追ってくんで、6じゃないか、3に投票したところに狼見ても俺はおかしくないと思ってるんですけどね。普通に。やっぱ13が臭すぎるんで、俺今日13いきます。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、1級の精査でいけば、9番さんの方を2戦目で追ってはいますね。ただ今の1番さんの発言から、
まあ、基本的に共通認識として村だいぶ優勢だと思ってるよ、当然ね。老が釣れたこと、白目の高い人がたくさん増えたことね。5番さんはじめ。ただ9つって白結果出たときに、一番さん次僕のこと釣りをしそうだなって思ったかな、ちょっとね。うん。13番のさんの黒良さは僕は明快に挙げたんだけど、昨日ね。13番さんは1番さんへ不当な殴りをしていたと僕は解釈しています。9番さんは、要はもう言っちゃうけど、潜伏占いムーブしないでよって。一本釣り指定したら、どのこのって。でも言っちゃうと、ぶらりがないから言わなかった。わかる？ん？違う？ああ、そっか。これ。あれか。変えてなかったね。9番に印象いいっていう意見、聴衆多かったから。10番、11番、12番あたりなのかな？ちょっと明快じゃないけど、そこは。そこに対しても、印象は、そこを印象いいっていう、そこは怪しいって言わなきゃいけないんじゃないかっていう殴りが不当だった。占いが出ないっていうのが。13番さんは。それは9番さんの、分かる人は分かる、分からない人は分からない。で、僕聞いて、半周聞いた感じ、分からない人の方が多かったから。分からないで印象いいって言ってる人は別に叩く必要ない。分からないんだから。だから13番さんが黒いなと思った。僕は13に行きます。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、うん、4番は13か。まあ今日正直13行ったとこで、まあ自分と2番と、まあ、8番が入れてたのかな、まあ、8番が白くなるぐらいかなと思ってたんで、13つったとこで情報落ちないから9でもいいかなと思ってたが、やっぱり13番が普通に黒い位置としてありえるかなと思うから13行きたいんだが、9つって白だったとき、1が怪しく、91がこれムラムラだったとき、めちゃくちゃも無駄な釣り、二縄になりそうだから、ちょっと考えますね。91でこれ3が人狼ですよね。913なんてまずありえない。この91のプロレスなんかありえないと思ってるから、91って、基本的に放置でいいと思ってるんですが、どうですか、霊能さん。91を弾いて進行していったら、なんとかなるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、明日また霊能が、その進行を決めてください。とりあえず13番。僕はじゃあ入れさせてもらいます。まあ皆さんはおのおの好きなとこ入れたら、怪しいとこ入れたらいいと思います。はい、全プレイヤーの発言が終了しました。いやー、占い噛まれてるの痛いけどね。はい、スカスイオーですけど、俺役職何も持ってないんでねっていうところ、10番さんが偽で乗っ取りがない限りまだ大丈夫ですっていう感じ。乗っ取りないのよ、占い噛まれてるから。4番さん、俺1番さんを叩いたんじゃなくて釣り位置から除外してるんだけど4番さん、初日に関しては、うん、釣り位置に上げたんじゃなくて、あの発言を受けての除外をしてってかばった風っていう風に見られてる、もうおかしくないぐらいだと思ってるんだけど、どっちかっていうと。あと不思議に思ったのは、俺を釣って色を見て、じゃあどうするのっていうのを誰も言わないんだろうな。9番さんを釣って色を見たところで、じゃあ白だったらどうこうって言ってるけど、じゃあ俺を釣ってその場合の色を見て、じゃあどういうふうに思うのかっていうところを誰も言わないのが違和感なのと、今日の精査の中でほぼほぼ誰も12番さんに触れないっていうところかな。12番さんってのはほぼほぼ10番さんに乗っかって俺釣りで、2番さんに関してもまあ2番さんってのは初日からもう俺叩いてたからね、うん、で今日は13でいいんじゃないのくらいしか言ってなかったんだよな。黒要素の上げるっていうか、そこら辺かな。1級をほっとくか5番さん。
村だったら心強いけどそこの判断はっていうところかな。一番さんの精査で今なんだろう、俺の後の発言でちょっと納得できたの7番さんへの考察かな、うん、っていうところ。9番さんのやっぱりでも1級の乱って言ったところ、やっぱ俺9番さんの方が共鳴をすごく感じたってところは2番さんとそこまでは一緒だったかなっていうところで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。頑張れよ、エリカさん。俺に、11も怪しんでんのよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。八黒占い 7白4白8黒。うわー、これ6連抜かれててこれ旧人狼か狂人てかありえんでしょ。 なんでこのタイミングで出る、普通に考えて。いやー、これだから6連抜かれてて出てきたんですよ。これ昨日釣られそうやったでしょ、9番さん。うん、あ、その前にもう1個言いたいことあったんですけど、昨日11番さんになんか48が怪しい、8が怪しい理由がなんかあの6で占い抜かれてるのが嬉しそうやったって言ってたんですよ。誰も拾ってくれなかったんですけど、もう11番さん暴論でしかないんですけど、うん、で9番さん占いでしょ、嘘でしょ8黒って。うん、これちょっと待ってください。これ9の芯を得る人いるんですか。俺釣り絶対飲めないんですけど、9言ってくださいよ。っていうか、新占い師が柱するんですか。9番さんが新占い師として、今日1級の欄で俺自炊するんでって、こんな新占い師いないでしょ。うん、だからまあ、13番さん白なんでしょ。ってことは、13番さん素村で、人狼か狂人やったら共鳴の方が高いと思う。うん、とりあえず今日9行ってください。もう絶対9行きますよ。追えます皆さん、9の新占い師って。はい、今日1級の欄でっつって、もう俺柱するんでって。これ新占い師で絶対やらんから。はい、もう絶対今日脳死で全員急釣りですよ。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。いや、どっから発言がねじ曲がったんか知らんけど、1級の欄で、ね、私1位組んでっつって、どっから柱っていう言葉が出てきたんかようわからんけど。いや、もうこれスキルの問題だからあんま言いたくないけど、1番さんのね、新占いへのね、ケアができてないから腹立ったから、もう一日目に釣られてもいいやと思って、で、後で結果見てね、嘆けばいいやと思ったから、もう出マークは思うたけど、黒見つけちゃったから出ましたっていう感じかな。初日3釣れてるから、今日俺釣ってもいいよ。で、あと8釣って、じゃあ、あと勝手に探してくださいっていう感じかな。はい。これで新芽を追えないんだったら、どうぞ私釣ってください。はい。あと一郎、みんなで頑張って見つけてください。とりあえず8黒だけは見つけたんで、あとは頑張ってください。どこな10番のプレイヤーが発言します。うん、俺もね、8番さん、だから俺11番さんに指摘されて、そうだな、8番さん結構臭いなと思ったんだよね。だから俺、投票は8にした。うん。もう10、俺多分次噛まれるか分かんないけれども、11番さんの進行でいったら村勝てると思ってるよ。うん。だから俺今日8釣りたいかなと思ってる。8の黒は結構硬いと思ってるよ。うん。まあ9が2000円にしても誤爆あると思うし、うん。9はまだ残していいと思ってるから俺8なんだよな。で、13に結構もう、今日固まりすぎてるからちょっとわかんないけど、13の俺黒要素見つけられなかったから俺8にしたんだけど、今日8釣りでお願いします。はい。11番のプレイヤーが発言します。いや無理やろそれ、それ無理やろ。対抗は対抗いないのこれ。あ、無理や。うん、だってもう八幡さん黒打たれた時点で記事の出なきゃいかんし、八釣りしかないでしょ。うん。で、仮に球が偽だった場合は、どっちかわからんけど、全然芯もあるから、どっちに球を釣る進行はないんですよ、今日。
絶対に8塁です。で、騎士が10守ってないんであれば、10守れるし、だから絶対に8塁しかありえないし、まあ、8黒は絶対に僕もあるなと思っていたから、9番さんが死んじゃねえかと今思っているよ、ちょっとだけね。ただ、出方はね、ちょっとあれだって、出方っていうか、昨日出るべきだったのかな。9が死んだったら。やっぱそこで2戦目終われちゃうから、でも8黒はあると思ってるから、9のシーンは一応あるんかなと思ってるし。どっちにしろ9を苦しむか絶対ないからね。俺8と10位で終わる気がすんだよね。わかんないけど。だって12番さん結局、12番さんが13を釣り押したあれが全くわからんかったし、なんか霊能が13って言ってるから13でいいんじゃねみたいな感じだったもんね。12番さん。2、5、まあ、ここはもう騎士か。だから、わかんね。俺、8釣って10位で終わらんかったとき、俺はすごく沼る。すごく沼るね。今日は8釣りです。はい。12の時点で怪しいのがやっぱ13釣りしてる4番さんかなと思ってんだけどな。以上。今日は8釣りです。8釣り一択。12番のプレイヤーが発言します。一つ持ったのが10番さんが昨日13位行きたいって、色見たいって言ってた気がしたんだけど、それで13番さんの蔵が見つけられないっていう発言はどうなのかなと思って。まあ、霊能は確定してるんだろうけど、まあ、最悪の場合って考えたんだけど、6番さんが霊能の可能性ってないのかなと思って。別に8番さんをかばうわけじゃない。今日俺全然8番釣りは飲める、全然。だけど、もし最悪の可能性、6番が霊能で、ああ、でもそっか、占い師がいないのか、そっか。ああ、そう考えると違うものか。なんでもねえな、これは。そうだね。占い師がいないもん、出てないもん。じゃあ6番さん俺、あ、そっか。じゃあね。8番さん、釣りは全然今日飲めるし。まあ、確かに10番さんの便乗、11番さんの言ってたり、13番さんの便乗になっちゃうけど、6番さんが確か13って言ってた気がしたんですよ。昨日、1周目の時に。俺は、4号も怪しいと思わなくて、6番さんもそれは意見、同じこと言ってて、6番さんが、2番さんが怪しいとは思えなくて、2番行きたいと思ったんですけど、2周目の発言に。6番さんは13行きたいって言ったから、俺も13、それで6番さんが噛まれたから、俺は13ちょっと怪しいんじゃないかなと思って、6は13行きたい、もう怪しいって言ってた気がしたから。だから俺は 13でいいんじゃないかな。10番さんも13って言ってたし、6番さんも13でいいんじゃないかな。13をちょっと黒で見てるって言ってた気がしたから、俺は13に昨日入れました。で、まあ、9がなぜ昨日出てこなかったのはすごい謎ですけど、まあ、黒出てきて、まあ、8釣って、それで黒じゃなかったら9釣ればいいし。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず5番さん、護衛を書いて、11番さん書いてるけど、5番さん。5番さん護衛を変えてください。初日捨て護衛で5番さんちょっとあの騎士としてどう動いたか書いてね。俺現状9のシーンあるかなと。俺目線8色の狼あんのよ。まず3番さんが初日に2釣りをしてるから2が白でしょ。で3番さんって5投票してるから5が白でしょ。で9が真なら4白でしょ。俺4番さんと共感的に9釣りをしてるから白だと思ってたのよ。で俺13釣りをしてないからね昨日。で11番さん狼だと思う理由があって、11番さん3に入れてんだけど、あの2番さんが11釣りをしたよね初日。2番さんが11釣りをして3番さんが2釣りをしたってことは3と11のラインがあるのよ。11釣りをされたから2番さんが11釣りをしたから3番さんが2叩いたんじゃないかなってライン考察俺してるから、あと12番さんだったら身内切り俺しないと思うんだよね。だから3、11、8、3、6、俺、強人がわかんねえんだよ。13なんかな？俺、今日8番さん行きます。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。5番さんが騎士で出てきたってことですよね。そうですよね。5が騎士で、8が騎士。
まあ、なんだろう。13を、俺は、なんだろう、言われ、初週から言ってたから、言えるのはわかるんだけど、なんで4号3番さんが13番さん入れたのかっていうのはちょっとわかんないんですよね。これで完全になんかラインが見えなくなっちゃったとは思ってるんで、で、論語臭いなと思ってるんですけどね。まあ、この発言聞くんですが、なんで、13、俺と同じく13行ったのかなと、ちょっと思ってるんですよね。で、12は相変わらず色味がないんで、まあ今日8行きますけど、はい、以上です。4番、の人狼が身分の開示を選択しました。98のライン切りあるんかな、俺占うわな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。10番、11番、あー、俺占ってんのか。あ、俺じゃねえ。2キロ、まあ2は白だろうねと思ってたから、2の白は納得できるし、ここで要は9番さんを吊るすかグレーかなんですけど、うん、俺は9番さん死んでいいんじゃねえかなと思ってるかな。10も死んでるしね。ここで9って言ってたら沼津だけだからね。これ急進進行で行くのが一番あの勝つ確率が高いと思ってることから、1番さん何なんだろうな。その3のライン考察はするのも分かるんだけど、俺を疑うんであれば、俺の探偵のクロースを上げてほしいかな。それがなかったら1番さんはちょっと黒いかなと思ってきてしまう。ただ現状やっぱり12番さんが俺は気になってるかな、やっぱり。多少殴り返してもいいんですよ、12番さんって。俺疑われたわけだから、その殴りもないでしょ。12かなって思って。あれ ?12 番。あ、よかった。のプレイヤーが発言します。はい、11番さんが僕を疑って、10番さんが、13行きたいから俺も13行きたいみたいなことを言ってたんですけど、ちゃんと返しました、昨日。聞いてました、そこ。6番さんも死ぬ前に1周目の時に13怪しいんじゃないかって言ったと思うんですよ。それで俺も4、5怪しくないって思って、それを6番さんも4、5怪しくないって言ってて、で、3番怪しいって言って、俺も3番行って、で、6番さんが噛まれたってことは、6番さんは13が怪しいって言ってた気がしたんで、だから俺は13が怪しいと思ったから13に行った。そして10番さんも13の色を見たいって言ったから13行ったんですよ。その発言機能したのに全く聞いてないじゃないですか。それすごい怪しいんですけど、11番さんなんで何も聞いてないの。だけど、まあ、11番さんしっかり今言ってくれたけど、まあ、11番さん怪しいって今言ったけど、正直俺は8番さんがそこで自爆したってことは4、5番さんに喋らせないため、何か失言を出させないためって考えると4、5番さんのどっちかにいるんじゃないかなと思って、でも5番さんが騎士だから俺は4番さんに行きたいかなと思ってます。正直そうとしか思えない。2しろ4しろでしょ、4しろ4しろ、そこ4しろか。あ、ごめんなさい、それは把握漏れか。じゃあ11か1。そっか、それなんとも言えねえな。11か1で、うわ、マジか。どうなんだろうな、そこ精査で難しいな。1も9いきなり攻めたって話、11がまあ、11が怪しいと思えないのに1いきたい。1番のプレイヤーが発言します。いやね、俺12番さん白く見てるから、ちょっと4は釣りをしてほしくなかったけど、俺占ってほしかったけどね。俺9釣りをしてんのになんで俺占ってないの。2番さん白でしょ、だって3から初日の1周目釣りをされてるから。だから俺11だと思うんだよね。2が11釣りをしてるから、3が2釣りをしたと思ってるから、俺11行きたい今
だから5番さんの発言聞きたかったのよ、昨日。5番さんが騎士としてどういう動きをしたか今日は聞けると思う。俺現状も旧新にかけるしか俺勝ち目ないと思うから、旧は新で置くよ、もう。まあ確かに占い語ろうとした狼俺思ってたからね、初日ちょっと旧黒狙って釣りをしたけど、占いの可能性はあるからね。いや12番さんがね、4釣りをしたのもあと平和になって、11番さん狼だったら出そう、占いに出そうな気もするけど、俺は現状11番さん行くけど、5番さん3から投与されてるからね。ちょっと5番さんけど、騎士の動きをどういう風にしたと、なんで捨て声したとか、その辺も話して、現状11に行く予定です。2番のプレイヤーが発言します。うん、ですね、俺は11番さんは白かなと思ってますけどね。うん、で、俺が発言8番に行くって12の発言をしてたところで8番さん自爆したので12の黒もある、あと9と1の、ここのローローの、まあ、プロレスも全然俺追って、まあ、その世界線も追ってますよ全然、うん、9と11、9と1か、まあ、プロレスのね世界線、うん、この世界あるかなっていうのも、うん、まあ、ゼロじゃないんでね、うん、だから現状俺普通に1から行きたいかなと思ってますけどね、うん、12、1、うん、このどっちかってところ俺は見てますけど、まあ現状、一番さんですかね、申し訳ないけど。なんだろう、12番さんの発言のところで8番さん自爆したってのもちょっと気になるんですけどね。うん、でも12の、今のなんだろう、ハーク漏れのやつが演技だったかどうかっていうのもちょっとね、わからないんですけど、現状で1かなと思ってます、ね。なんで俺2の白要素言ったのに。一番さんですかね。そうっすね。どうなんだろう。1級ローローってのあんのかな、これ。終える人いないんじゃないかな、普通に。まあ、プロレスの可能性も全然あると思ってるんで、そこを視野に入れて、まあ考察行きたいと思ってんの。これ、急狼なんかな。4番のプレイヤーが発言します。はい、6番さんが何だったのか、占いだったのか、霊能だったのかっていうことでいくと、霊能の線は薄いと思ってるね。占いの線は若干あるけど、出てくるの遅いから十分待って出てきてる。キューチさん、スパチありがとう。なんで、3黒、8黒は、まあ、共通認識でいきましょう。霊能乗っ取ったんじゃないかとかってのはちょっとやめましょう。なんで、なんでラストウルフだよ、2番さん。1番さんの黒要素は、8、9のロールを追わなかったところ。いや、キューツって11でしょ、9で白結果出たときに、で次、僕を釣り押すムーブをちょっと取ったところ。で、12番はスキル精査入っちゃうけど、やっぱり白いよ。一番さんも言ってた通り。そうなんか。あと、これは一番さん黒要素とは言わないけど、一番さんは5、9、13、黒黒黒、3浪を見つけたぐらいのこと言ってて、申し訳ないけど、一番さんが11行くってことは一つも合ってないってことでしょ。うん、その3つの理由で1番さん行きますね。そうだな。1番さんで終わんなかったら、11番さんの方が初日、ライン切りで31票差で釣れちゃってるけど、11番のローもあるんだけど、8、9ローローの方があるのかな。でも1番さんが8、9のローロー、黒囲いを追わないっていうのが、だいぶ消せないんだよね。うん、まあ、一釣りは変わらない。11強もあるかもしれないけどね。2強もあるかもしれないけど、基本的に1ローだと思ってますね、現状。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、基本的に自分の騎士証明とか必要ですか、ね、自分巨人。これ、俺、釣られても意味はしょうがねえよな。はい、聞こえますか。まあ、捨て声したのは普通に
あの強靭噛んでくれないかなっていうのと、俺釣られてもしょうがねえ。仮に僕は初日まあ9番守っていて、9番が普通まで出てきて、その次9番噛まれたら騎士戦犯とか言われるのは嫌なんで、とりあえずまあ防衛放棄しました。はい、それぐらいです。まあ単純に考えて、まあ3に入れてないのが1だから1落とした方がいいのかなと思うけどね。まあ9番が入れたいとこ合わせたらいいんじゃないでしょうか。それで次の日9が噛まれるか噛まれないかで判断すればいいんじゃないでしょうか。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや正直1なんかいつでも釣れると思っとったから、あの1級のランの時に釣ってしまいたかったんだけど、俺の方が絶対 HP 高いと思ってたから。あー、どこ一緒のはくれるの、どこ行こうかな。あと2縄だよね。俺1がまず先導したじゃん。1が9釣りを先導して4が乗っかったんだよ。でトップバッターでああいう大体人狼じゃないんだよ、目立ちすぎるから。だからそれに乗っかってワンチャン新占い師を潰そうと思った4を占ったのが初日の理由。ああ、1あるんかな。11、俺1と11初週叩いたんだよね。12は分からんな。12みんな白いと思ってんの。あと2縄だよ。強靭はもう噛まれとることに期待して。むずいな。いや、1番結構強靭目あるかなと思ってたんだよ、だから。1番が強靭で先導して4番のローが乗っかったから4を占ったっていうのが俺のあれなんだけど。3分、どっちでももう3分の1でしょ。どうしようかな。おでんさんでも、8のあれわざわざ突っ込むとは思えないからな。じゃあ1本12もらっていいですか。1本12いこう。そんな奇跡あるか分からんけど、忖度人狼にかけよう。忖度。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。あー、これ11と1のランか。嘘。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。いやちょっと申し訳ない、俺11が騎士使用してると思ってたんよ。オが名前同じとキャラが一緒だったから11で騎士使用したと思ってたんだよ。いやー、12釣ってほしかったけど、誰が入れたん ?11、俺11だと思うけどね。12番さん、普通に、この人切りそうにないと思うけどね。あと、俺が狼だったら出てるよ、占いで。噛めてるのに。いやー、これまずちょっと、まあ、11番さん、騎士と、見間違えたの悪いけどな。8番さんってね、1か9どっちか行こうって言ったの覚えてる、2日目。だから俺白なんだよ。で、俺占ってよ、2番さんの白って俺透けてたじゃん。2番占うのがまず無駄だったよね。俺占ってほしかったけどね、俺占ってたら2の白なんかもう余裕で分かってたんだよ。明日11、12、どっちやろうね。俺11だと思うんだよね。その2番さんが11叩いたから3が2釣りをしたと思うから、3と11のラインがあるのよ。ただ12番さんが4釣りをしてるのかな。これも。夜が更けました。人狼に気をつけてください。519、4、2、12、11。なんでアルカさん入れたんやろ。
いや、俺占いしてほしかったな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。11番のプレイヤーが発言します。あ、もう朝か。9が死んだってことは、9地神できないから、進化強だったってことでしょ。9が強、仮にね、偽の場合9が強で8互角って9死に見えてたんですか。いや、まあほぼ死んでしょう。でもこの状況ってことは、24が白で5が騎士だから、9死んだらば12で終わる、12で終わる。9が強人で、24にどっちかが狼いた場合を勝てねえと思ってるから、12で終わるね。11、12をロラすればいいと思ってる。11、12をロラすればいいと思ってるから、12番さんと俺は思って、終わると思ってるから、12番さんに投票するね、俺は。2は特に応援ね。2は特に応援。発言らしいとこないと思うから。いやー、きついな、これ。いや、12で終わってほしいよ、俺は、正直。埋まってるから結構。でも一番やっぱ黒く見えたよ。やっぱり。要は3が2を釣りをしてるから3と11のラインって結構無理やりすぎるし、3と11のラインがあるんであれば2を釣りをしてるからね。そこはよくわかんなかったから一番さんに入れました。俺は12で終わると思うよ。だから12行ってほしいかなって思ってます。てか11、12で多分俺勝てると思うから、俺から来てもいい。俺釣りでもいいかな。いや、あかんか。あかんか。12回行ってほしいな。うん。8月はダメじゃない。12回行きましょう。多分終わると思ってます。12番のプレイヤーが発言します。全く終わりません。僕言っても終わります。本当に終わんないです。で、まず、まあ、11番さんが怪しいと思わないですね。正直俺は9番さん強人ライン通ってて、で、やっぱ4番さんなのかなと思ってます。なぜかっていうと、8番さんが、自爆したのって2番さんが発言した後なんですよね。で、4番さんに出現させないために、自爆したんじゃないかなって俺は思ってて、6番さん死んでみて、9番さん強なんじゃないかなって俺は思ってで、4番さんローじゃないかなと思ってます。で、11番さんが自分釣ってもいいって言って、ね、まあ、確かにその後撤回したんですけど、でもどうも11番さんがね、ローに見えないんですね、僕的には。でも、正直、4番さんに行きたいけど、もう2番さん、5番さん次第なんですけど、俺は4番に行きたいなと思ってるんですよね。で、11番さんが悪い点っていうと、俺がなんともう13に入れた理由を6番さんにいるからっていう発言をしたのにかかわらず、11番さんはそれを毎回、2回も聞いてなかった。それってどうなのかな？これもう説明3回目。2回も聞かずにそれを言ってきたんだ。それって11番さんがおかしいで。で、まあ、そうだね。9番さんが4に白出ししてたのは本当に把握漏れで、それはマジで申し訳なくて思ってます。で、いやー、どうなんだろうな。2番、5番次第、2番さん、5番さん次第なんですけど、俺は4行きたいと思ってます。いやー、そんな4行きたいんだよな、ここで4行くって狼で言うかな。9番さん巨人なら全然2の可能性もあるんですけど、2が、人狼 G だと全然思ってます。M さん上ですか、下ですか、抜くのは。2番。のプレイヤーが発言します。そうか、9番さん噛まれたんですか。なるほどなるほど。そうか、ということは1がローの可能性はまあ高いかなと思ってますかね。189、あーあと1のか。うわ、これ結構難しいですね。なんで1がローになるん。でもなんだろうな、八幡さんの自爆がちょっとね、38と1 なんであるかさん、これ何今日な、どうなんだろう な, ろう な, うなんか結構引っかかるんですよね。だから10人近いと思ってるが4番さん、俺の狼ねえやんな、黒予想取れてないからな全く。現状ね、ちょっと4の発表しかないと俺は分かんないですね、正直。はい、ってところですかね。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。いや、何回も言うけど、6番さんが何なのかってことを考えてほしいんだけど、6番さんが、まあ、騎士はないでしょ。みんなそれはもう追ってないよね。霊能の線も薄いでしょ。2番さんさっきも言ったけど、だから3、8でローローだから。
で、ラスールがどこにいるかって話で、1番さんが、あの遺言で、やっぱり村人に思えた、みんな。一番さんで終わらなかったから、一番さんは強人だと思ってるよ、僕は。強人。で、9番さんが薄い6番さんの占い師の乗っ取りの線を追うのかっていう話。僕は1番、12番さんはずっと白いと思ってるけど、12番さんが初日1票差で3番を釣り寄せなんてことをするとは思えない。で、12番さんが僕を疑う理由の本線が自爆したからでしょ、僕の発言で。8番さんの意図は僕に発言させないため、その通りだけど、それは、いや4がローだからじゃなくて、僕がな村りのあること言いそうだからでしょ。12番さんその思考ロックやめてほしいんだけど、12番さんがラストウルフなら別に構わないけどさ、見間違いやろ。12番さんが自分の城してんの、自分で自分の城分かってるんだったら、そのきっとおでんを見間違えた。9を2世で思考ロックするのやめてほしいんだけど、何人がいるの。12番さんちょっと 人外の数数えて、3ロー8ローでしょ。1番が村人に思えたかっていう線と、9番さんが仮に偽だったとしてもだから僕が黒いってことにはならないでしょ。11番さんどっちからでもいいって、結局自分は飲めないって言った。11しかないと思ってるけど。5番のプレイヤーが発言します。もうすいません、正直わからないですが、4にはいかないですよ、11番さん。4には行かないよな。いやもう行かないですよ。いや11行きますか。もう1番村でしょ、多分村だと思うけどね。強人、まあ強人だったら11、12釣り切りでいいんで、それはそれでいいんですが、一番まずい盤面って11が村で12が人狼で2、4どちらかに強人がいた時だけ唯一負けなんで、11もな、釣り飲んではダメだからね。12そのケースがあるから、12ロー2,4 どちらか強人っていうのは。いやー昨日12行ってほしかったな。まあ1番さんの遺言でも11番行ってだと思うけどねって言って、4番も12しろ置いてんでしょ。いやー12番忖度人狼のせい、12番ここまで残って忖度人狼。12番人狼だったら笑えますけど、ほんと。忖度人狼。じゃあ11番さんからいきますか。これで終わんなかったら12行ってください。明日僕噛まれるんで。4ローの時って9強で6進占いでしょ。デンさんなら占い出そうだけどな。いやもう明日考えてください。それはどうでも僕はないと思ってます。3が2つロットしたの11。はい、僕は11番いきます。忖度人狼って。12番さんをまた来てもらうために釣りなしにしたのに、初めてで初心者だから。いやね、初めてタコマ村に来て釣られたらなんか面白くないじゃん。だから忖度で残してあげたの。追放されるプレイヤーは、ほらほらほら、村人陣営の勝利です。ほら言ったじゃん、だから3番さんが2番さん釣り寄せたのそれでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。いや8番さん申し訳ない、本当にごめんなさい。たくまさん村人だった、ごめんなさい。俺もたくまさんワンちゃんローかなって思ってた。ごめんなさい、タクマさん普通に疑っちゃってました。いやだって俺アルカさんの白要素も拾ったし、エンペラーさんの白要素、俺タクマさん全然怪しいと思わなかったけど。いやタク人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。